トカールソンはアメリカ合衆国の俳優である。1912年、ミネソタ州のアルバートリーに生まれる。父親はデンマーク系アメリカ人の弁護士だった。ミネソタ大学ツインシティ校で演劇を学び、学位を取得して卒業後は、同州のセントポールに劇団を設立している。しかし、うまくいかずに、ニューヨークへ渡り、1935年にブロードウェイの舞台を踏んで、 ブロードウェイデビューを果たした。舞台で経験を積んだ後、ロサンゼルスへ渡り、1938年に青春コメディ映画、心の青春で映画デビュー。翌年には、アン・シェリダンと共演して、冬のカーニバルへ主演している。1940年代からは映画を中心に、順調にキャリアを重ね、主役級の役柄で、 数多くの映画へ出演した第二次世界大戦中は、アメリカ海軍へ従軍したが、退役後も、ハリウッドへ戻り、俳優として活躍した。SF 映画などへも多く出演しており、ジャック・アーノルドが監督の、オー・アマゾンのハンギョジンや、同監督の、イット・ケーム・フロム・アウター・スペース、レイ・ハリー・ハウゼンが特撮を手掛けた、恐竜・グアンジなどへもクレジットされている。 1967年の SF 映画、SF 失われた島では、脚本家として参加したほか、テレビドラマや映画の監督としても活躍した。1977年、脳内出血のため、カリフォルニア州の園子ので死去。65歳だった。ありがとうございます。